ですね、タイで、予定されてました、元世界王者対決ということで、アムナット選手対、プンルアン選手のね、一戦が行われたと。うん、で、この試合は WBC の、アジアフェザー級タイトルがかけられた、10回戦で行われるはずだったんですけど、その前のところでアムナット選手にね、ちょっと負傷がありまして、うん、で契約ウェイトと、ラウンド数の変更を余儀なくされて、まあ、行われた試合ってことで、うん、でまあそんな中で、アムナット選手がね、まあ、判定勝ちをしたということですけど、うん、まあ、この試合が行われる前からちょっとあの再戦が、まあ、前提で行われた試合だったということで、まあとりあえず今日ね行われた試合はアムナット選手の老快さを生かしながらの判定勝ちだったということですね。うん、でまあね、この試合が行われる前からね、うん、アムナット選手いけるかなっていうふうには思ってたんですよね。うん、でそれもやっぱりね8月に行われたね、うん、あのシーサゲット選手との、うん、試合で、うん、まあ、こんな言い方したらあれですけど、まあ、ちょっと意外と動けてるというか、うん、いい試合をされてたんで、うん、面白いかなといったところで、うん、また再戦がこれ決まったとしてもやっぱりアムナット選手がやっぱり勝つというふうに見てますね。うん、